浜野のお話を聞いたです。本日、地下鉄浦和チームの新地駅長をお伝えさせていただきたいと思いました。ホブズガーデンの皆様に交通局からのお知らせです。交通局ではオリジナルグッズを販売しております。今日はオリジナルグッズについて紹介させていただきます。1点目はオリジナルサンドバスです。フルバック式で走ることができ、車体上にボタンを押すと車内アナウンスなどリアルなサウンドが現れます。小さな大人だけでなく大人の方も喜んでいただける商品です。価格は1500円です。2点目はヤトレダ2017年交通局ゴジラカレンダーです。地下鉄バスの写真が満載のカレンダーです。地震への防御、自分への防御、子供の下のセレクトで親戚へのお見合いにいかがでしょうか。価格は700円です。ドベラ、ナンバー、県の地域の定時や販売所で販売しております。交通局ではこの他にも地下鉄バスのオリジナルグッズを販売しております。詳しくは交通局ホームページをご覧ください。最後にオリックスソフトを購入していただいている皆さんへの場合のお願いです。オリックスソフトのホームランド京都ドーム大阪へは地下鉄川堀鶴見の線ドーム前城崎への中央崎駅へのご利用が大変便利です。地下鉄のご利用をよろしくお願いします。続きましてホブズガーデンからのお知らせです。ホブズガーデンでは12月22日から24日までホブズクリスマス大抽選会を開催いたします。ホブズガーデン内の店舗を2000円以上ご利用で1回抽選会に参加いただけます。詳しくはガーデン内のページモスター、またはホブズガーデンホームページをご覧ください。以上、オリックスファンクラブマスクキャッチャーでした。